この夏、末期がんと闘う一人の歌手が奇跡のステージに立ちました。あなたは今、力いっぱい生きていますか？こんにちは。こんにちは。いやー、スッキリメンバーでね、はい、今回こうやって昼に特番やるっていうのは、はい、その特番っていうのは安倍さん何なんでしょう、今日やるのは。はい、実はそのスッキリで取り上げた末期がんと戦うジャズシンガー石野美由紀さんのドキュメントが大変話題を呼びまして、はい、今日はスッキリで紹介しきれなかったエピソードを交えて、うん、たっぷり1時間ご覧いただこうと思います。いや、本当に壮絶な人生といいますか、その病気に立ち向かって生きてる姿はやっぱすごいですよね、テリーさんね。僕らが生きる1日の24時間と、はい、みゆきさんの24時間って全く違うと思うんですよね。確かにそうですね。1日の速度もね、もう本当に彼女の生き様を、ちょっと皆さんと一緒にね、見ていきたいと思いますよね。まあ、壮絶なその人生を見ていただきたいと思います。その人に出会ったのは去年12月。地元の姫路ではもう手の施しようがないと言われ、彼女は東京の病院に一時入院していました。ジャズシンガー石野美由紀さん、35歳。末期がんで余命1ヶ月。美由紀さんがそう聞いたのは昨年の9月のことでした。そんな美由紀さんには一つの願いが。それは友人知人が集まるクリスマスのディナーショー。どんなに私が苦しんでいてもカメラを回し続けること、それが取材を許してくれたみゆきさんの条件でした。本当は無理をしてほしくない、そう思いながらも母は娘の願いを受け入れました。病室での歌の練習は厳禁。病状と折り合いをつけながら、みゆきさんはこんな風にライブの準備を重ねていたのです。建築業を営む父親の勝彦さん。みゆきさんがジャズシンガーを志したのは音楽好きだった勝彦さんの影響です。Shooting star goes by。 歌甘いやろ。歌あれはお茶を手でお茶もうまい。お父さんは自分の方がうまいっていうわけよ。プライド。家族はもう奇跡を信じるしかありませんでした。12月17日、姫路。自分が生きた証を残したい。日々衰弱していくみゆきさんの願いを聞き届けて、家族はひたすら無事を祈りました。みゆきは命を懸けている。それを支えるのが家族の務め。スポットライトを浴びて見違えるように輝いたみゆきさん。家族はその姿を胸に刻みました。ありがとう。なんで来たやろ、びっくりしたやろ、あんたのこの間違ったやろ。なあ、お父さんの子供やったやろ。けれどみゆきさんの挑戦はこれで終わったわけではなかったのです。病院にいてもなすすべはない。
コンサートを終えたみゆきさんは自宅療養の道を選びました。今年春、久しぶりに取材カメラが訪ねると、今日は元気そうような顔ですね。腕に刺していた栄養剤の点滴が感染症を起こし、無理にでも食べ物を口にしなければならなくなったといいます。食べれるか。食べなな。カット食ではあかんか。でもなんかお豆腐やったらちょっといけそうなよか。なんかまたカロリー低いね。そうやろ。ああ。そんなもやめとけ。食べられへんかったらしょうがない。おいしい。おいしい。おいしい。うん、ありがたいね。みゆきさんは4年前にスキルス胃がんで胃の4分の3を摘出。再発したのは去年の秋でした。関西で胃がんの手術をなさって、それがまあ再発してしまったと。それが再発の形式としては腹膜播種といって、お腹の中に砂を撒くようにがんがわーっと広がってるような状態。まあ、消化器のがんというのは再発した時点で完治することがほとんど不可能だと言われて、ですから基本的には治らない病気と。ここから先の時間も何年という単位ではなくて何ヶ月という単位で考えなきゃならないことがほとんど。残酷な現実と向き合いながらもう7ヶ月大阪のジャズクラブブルーノートの舞台に立たないか、思いがけない話が舞い込んだのは今年3月のことでした。そこは世界的なアーティストが出演する夢の舞台です。私にはとても無理。みゆきさんは初め断るつもりでした。でも躊躇するみゆきさん